皆様、日頃からお世話になっております蒼井翔太です。まずはアニメイト新宿ハルク、グランドオープンおめでとうございます。日頃からお世話になっておりますので、このような場所に呼んでいただけることが、とてもありがたく思います。精一杯今日お話できたらと思いますので、よろしくお願いいたします。唐突なんですけども、全然違う質問になっちゃうんですけど、はい、アニメイトに初めて来店された時って覚えてらっしゃいます？そうですね、そのリリースイベントでしょうか。もう本当に目の前に広がるこの景色が、やっぱ僕もアニメゲーム大好きで育ってきたものですから、もう本当にここにご来店なさるお客様と同じ気持ちですね。うわ、いっぱい夢のような世界がいっぱいやと、いうふうに感じた覚えがあります。なのでできるだけ長くずっとここにいたいなとか、思った瞬間でもありましたし、本当に皆さんもここに来るために、ここで大好きなものを手に取るためにこうお仕事を頑張ってたりとか、日頃、頑張って学校に行ってとか、いろんな習い事してとかっていう方もいらっしゃると思うので、なんか温かい場所なんだなっていうふうに思いました。初の海外での撮影はいかがでしたか？そうですね、蒼井翔太は飛行機がとても苦手なものでですね、日本から外にあまり出たことがなかったんですが、本当に蒼井翔太という、活動を経て、いろんな国に行かせていただくことも多くなり、でこの写真集のアイスランドではですね、まだ見たことのない大きな自然、大自然を目の当たりにしてですね、なんか自分の世界観がまた一層広くなったような感じに思いました。手に取っていただいた、皆様もですね、こう、全ページではないんですけれども、僕からの一言一言のメッセージを、ページごとに書かせていただいたりと、いろんなものをこの写真集で、受け取っていただけたらなというふうには思いました。でも本当にまた海外にね、今このご時世なので、なかなか、日本の外へ行くことはできないですけれども、いつかまた、日本を出られるような時期が来たら、いろんな国に行って、また蒼井翔太の世界観を広げていきたいなと思いますね。そうですね。はい、またぜひ今手に取ってるお客様だけでなく、はい、新たに蒼井さんのファンになった方にもぜひ写真集見ていただきたいですよね。ぜひ、ありがとうございます。アニメと当然販売しておりますので、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、蒼井翔太はですね、もう本当にデビューした頃から、掲げている一つの目標がありまして、変わらず変わるという、スローガンのもと、やっております。いろいろと曲を出させていただくにあたり、ビジュアルだったり歌い方だったりっていうのも、本当にお客様から の, 意見はもう、これも蒼井翔太が歌ってるの、これも蒼井翔太なのっていうような歌い方が全く違うみたいな、そういう感想もいただいたりして、そういう風に楽しんでいただける、のならば、これからも自分の芯は変えずとも、いろんな、ビジュアルだったり、世界観だったりっていうのをコロ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 変えて、皆さんが飽きないような、蒼井翔太の、コンテンツを作っていただけ、いけたらなっていう風に、思っています。はい、ようやくなんかこう時代が時代が追いついてきたな。いや、そんな大丈夫だったら恐れ多いですけれども、はい、でもこういろいろ月日が経って、僕よりも下の後輩たちが、いろいろと出てきましたけれども、でもいろいろとご挨拶をさせていただいたりとかすると、蒼井翔太さんみたいになりたくてっていう風な声もちらっと聞いたりもするので、そうやって蒼井翔太は声優界では結構ね、いろんなことというか、いろんなものにチャレンジしてると思うんです。良くも悪くもかもしれませんけれども、でもそういうふうに、活動していて、蒼井翔太という一つの花をですね、この声優界に咲かせようという、今までやってきたことは、間違いではなかったのかなっていうふうに思います。これからもその植物、花はですね、踏み潰されてもまた立ち上がるという、力強い生命力を持っていますから、そんな力強い花になるべく、頑張っていきたいなというふうに思います。選挙みたいですね。本当です。ちょっと先週でしたね。ね、そうですね。蒼井翔太でございます。はい、よろしくお願いします。じゃあ選挙に出るが多い、選挙に出るとしちゃいけないですね。すみません。今後、なんか挑戦したいことなどございますか？グランドオープンのね、場なのに本当に蒼井翔太についての話ばっかりで本当に申し訳ないんですけれども、はい、去年から今年の初めにかけて、本当にブロードウェイミュージカル初となるこの大きな舞台に初挑戦させていただきまして、
やっぱりいろんなことを初めてやり遂げていくと、それを機にいろんなことをまたやりたいなっていうふうに、いろんなこう夢が、増えてくるんですよね。なので、声優そしてアーティストというのはやっぱり地盤にちゃんと持っていていながらも、もっともっと今の皆さんが、今の声優界の皆さんが挑戦したことのないような、ことにもどん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 挑戦していきたいなと思います。その挑戦したことないというものを見つけ出すことがすごく難しいところではあるんですけれども、はい、なるべく蒼井翔太にしかできないよねこれみたいなことは、精一杯見つけて精一杯表現して、皆さんに楽しんでいただけるようになっていければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは本当にお名残惜しいんですけど、はい、最後に蒼井さんから、これからアニメイト新宿ハルクに、いらっしゃるお客様へのメッセージをお願いいたします。はい、先ほどはですね、私の話でも、スローガンとして変わらず変わるっていうような目標を立てさせていただいているというふうにお話ししましたが、でもなんかこうやってアニメイトさんのいろんなこうトランスフォーメーションといいますか、変化を見ていると変わらない良さというのと、広がっていく進化していくっていう、今回もそうですよね、すごく、大きなフロアで、リニューアル、グランドオープンということで、なんかとても親近感を感じております。本当に日頃から、皆さんはここに来るために本当に楽しみに、毎週毎日を、頑張っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、僕もその一人でございます。一緒に、皆さんがこのアニメイトという、お店を、そして、アニメという、日本の文化をですね、育ててきてくださったので、これからも一緒に、このアニメイト含め、このアニメ業界をですね、どん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 広げていけたらなというふうに思っておりますので、これからもアニメイト、ぜひよろしくお願いいたします。僕もまた遊びに行きたいと思います。ありがとうございました。